FM Palaloon. FM Palaloon. Friday Brand New Cruise. はい、皆さんおはようございます。リバーフットスタイルのコーナーが始まりました。お相手はマーサー川又と中田優香がお送りします。はい、このコーナーリバーフットスタイル、はい、リバーは川、フットはまたということで川又スタイルです。はい、ね、もう今日何日、6月17日、そうですよ、ね、今日も素敵なゲストお招きしております。はい、どうぞ。今週はスマイルアイズの匠さんとまなみさんにお越しいただいております。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、もうスマイルアイズさんといえばね、もう本当にこう、まあ、地元というか有名なユニットなんですけれども、はい、改めて自己紹介をお願いします。はい、茨城県内を中心に頑張っているスマイルアイズの、匠です。作詞作曲ギター雑用を担当しています。ボーカルを担当していますまなみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。のみ働きなさい、もっと。まだあのラジオ始まったばっかなんで、あのここでいざこざはなるべく。ちょっとちょっとちょっと朝から皆さんは気分悪い気分にさせないで。そんなことない、大丈夫。仲の良さが伺えますね。まあ我々もね、はい、あのいろんなこうステージで司会をやらせていただくときに、もう何度続いてのステージはスマイルアイズさんです、うん、どうぞって我々は何度言ったか。そうですね、ご縁があってご一緒させていただきましたね。ありがとうございます。はい、こちらこそ。もう本当にね、うん、あのまなみさんのこう透き通るような声そして、うん、あの笑いすぎちゃった。すごい本当綺麗な声で、であとやっぱりあのステージ周りでギター兼雑用やってる匠さんの、本当です。本当にいろいろこう聞き混ぜしながら、しょうがないよね、いろいろやるね。しょうがない、しょうがない。でもお二人のステージは本当なんだろう、安心して見られますし、うん、あの引き込まれるステージパフォーマンスをされるなって思うんです。あの、うん、結構こうファンの方がすんごいついててね、はい、でスマイルアイズさん の, そのステージの前になるともうなんかビデオ構えて、あれビデオ多いですよ ね, ね, 多いですよね。ありがたい、ありがたいですね。結成何年になられるんですか。そこはですね、うん、あのそこは触れちゃいけなかったかしら。結構経ってしまって、はい、もう 10年近い10年だね10年。2011年からですね。あ、じゃあ11年ってこと。でも6年ってことにしといていただきたい。どういうこと。なんで。いやいや、11年やっても芽が出ないスマイルってことになっちゃうね。どういうこと。3年ぐらいっていうイメージ。3年ってことで、イメージ3年。ういういしい感じ、まあ、でもね、2011年に結成ってことはやっぱりその何かきっかけがあったんですか。その前の年に、うん、日立のイベントでまなちゃんが家族でやってたんですね。でその、リハーサルの声を聞いて、うわなんてすごい声だろうと思って、うん、一緒にやらないかってことで声をかけたんですけれども、たくみさんも出てたんだよね、それにね。そう、ハードロックバンドで、ハードロックバンドで出てました。それぞれ別だったんですけど、別のアーティストとして出演されていた。はい、はい、でそれがもうきっかけで。そうですね、はい、ね、そうするとその活動して3年。3年ですいや、真剣なところ、あの本当にこうやるぞってまなみさんのですね、自覚が芽生えたのはなんと3年ぐらい前なんです、うん、ちょっと待って。いや本当にもうでももっと前からね我々、うん、そうですね、僕はあの結成した頃、うん、まなちゃんあれだねって、1万人ぐらいの前でやりたいねって、嫌、うん、だと、嫌だ、うん、多すぎると、5000ならどうだ、5000も嫌だと、ね、何、うん、500人とか50人ならいいって言ったんだっけ。100人ぐらい。普通ボーカルの子ってこうなるべくね、多くの人の前で、うんうん、自分をこう伝えたいっていうのがあると思うんですけども、うん、それが一切ない子で、やっとね、やっとですね、はい、遅いんだよ。そうね、なんかあれだね、そのもちろんその歌ってる時はね本当に素晴らしいんですけど、こうさっきから打ち合わせも含めて、はい、なんか漫才みたいだね、なんかね。あのよくステージで、あの喧嘩は後にしろって言われる時あ、ステージでも言われるの。見苦しいからよくあります。やっぱりそこはその雑用が100ゼロっていうあたりが、まさかこれ見てください、僕がマイク持ってるじゃないですか、知らない間にまた雑用やらされてるんです。なんでステージでもマイク持ってるのが自分で持ってる。大丈夫だ、大丈夫だ。え、大丈夫だ。なんでそんな働くのやんで。
そんなね、お二人は数々のねステージパフォーマンスされてますけど、うん、今日以降この先決まっているステージはあるんですか？7月17日千箱で肉フェス、うんうん、それは見てですね、はい、詳細見て、見てね、で7月30日がファッションクルーズ、僕たちあのコロナになる前は毎月やっていたんですけれども、これは止まってしまって、うん、あと7月からね、はい、2年ぶりかそのぐらいで、2年ぶりぐらい、2、3年ぶり、3年ぶり、そう、2、3年ぶり、久しぶりのそのファッションクルーズのじゃあ復活で再開か、はい、再開ですね、はい、記念すべき日ですね、はい、あれもうスマイルアイさんは曲はもうすべてオリジナルで作られてるんですか？はい、はい、で僕たち、そうですね、やっぱり命の大切さを中心に歌っていまして、うん、まあその中でちょっと収録前の話したようなことであるとか、うんうん、それから何でしょうね、その若いうちっていうのは大人になることへの不安とか、社会への不信感っていう曲が結構、それから恋愛ですよね当然、うんうん、で年を重ねてきて例えば何でしょう、自分の人生はどうだったんだろうかとか、そういうふうに悩む成熟した男性女性いると思うんですよね、うん、まあ、例えば50代とか、うんうん、そういう、それからこの先どうなるんだろうっていう不安、やっぱり年を置いていく不安ってあると思うんですよね、うんうん、それを何だろう、同じ人間なのに弱音を吐くことは何かあまり認められていないのか、あまりそういう曲がなくて、何か年を取ったっていつまでも悩むし傷つくし、それからいなくなってきたてしまったこの人たちを思うし、そういうなんか本当に今になってこそ思う命の大切さっていうのがあるので、そういったものを中心に伝えたい、そんな感じで頑張ってはいます。すごいメッセージ性の強い作品が多いんですかね。そうですね、はい、これ本当に主観ですけどね、僕たちを支えてくれるファンの人たちも本当に優しい人たちが多くて、それからなんかきっと心に傷をあったのかなとか思う人とか、それから一度大きい病で本当に生きてることが当たり前じゃないんだっていうのをすごく身をもって自覚した人たちとかがかなり多いし、まさにそういう人たちこそ熱心に応援してくれている、そんな感じがしますね、うんうん、はい、歌の力ってすごいですからね、はい、傷ついた心とかね癒してもらったりしますからね、うん、はい、素敵ですね。でもそういったことも含めて、はい、まなみさんは今はステージが50人以上、はい、ね、もう何人でも人、はい、聞かせたい聞かせたいです、まあ、違う、伝えたいですね、伝えたい、ね、伝えたいですね、変わられたってことですね、変わりました、あれよね、笑いなしで本当いつも言ってるよね、もっと多くに伝えたいねって、うん、結構本当2人で結構真剣に話すことが最近っていうか多くて、その時にね本当みんなに聞いてもらいたいねって伝えたいね、歌う時は録音する時は泣いてるしね、そう、録音はもう本当泣きながらいつもやってます、はい、ぜひねリスナーさんにもね聞きに行ってもらいたいですね、はい、最後に流しますけどね、そうだよね、うん、はい、ね、うん、YouTube チャンネルの方もやってますので、ぜひぜひ、検索はどうすればいいんですか？スマイルアイズで、あ、スマイルアイズで、はい、はい、ね、なんかあっという間に時間が迫ってきてしまったんですけど、はい、最後にリスナーの皆さんにメッセージをどうぞ、はい、本当に、命の大切さを、私たちは歌っているので、本当にみんなに聞いてもらいたいなって本当に心から思います。これからも、ぜひ、応援よろしくお願いします、はい、僕たちの曲は楽しい曲も悲しいことも全部歌ってます。なのであらゆる時にスマイルアイズが一緒に過ごせていただけたらと思います、はいはい、ありがとうございました。今週はスマイルアイズの匠さんとまなみさんをゲストに、マーサー川又と中田優香がお送りしました。生を高麗、過去を明らかにして未来を考える、水戸人の心をつなぐリバフトスタイル。リクエスト曲はスマイルアイズで僕らは生きているをお送りしながらお別れです。バイバイ。
生きている明日も生きている